はい、おはようございます。やってきました。今週も支笏湖釣り修行でございます。今日はですね、釣り友の竹さんと、後からですね、3名おい合流して、みんなで5人でですね、支笏湖釣り修行していきたいと思います。はい、今日もですね、頑張って釣っていきたいと思いますので、釣ってみろ、よろしくお願いします。それではポイント到着したら、また動画回したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。またです。それではポイント到着したんでやっていきたいと思います。今日も大盛りやって釣っていくぞ。よろしくお願いします。紛れ込みました。ずっす。来た。桜っぽい。すっげー叩くな。あー、そうだ、ネット忘れた。表層ロングジャーク。叩いてる、叩いてる。いやでも桜じゃないか、多分走ってるよ。でも桜じゃないか。あ、桜だ。おい、走るな、こいつ。ゆっくり行こう、ゆっくり。うん、いい方よ。怖いな。まあ多分ガッチリ食ってっから大丈夫だと思うけど、うん、何回もね、表層ロングジャークでね、つっついてきたんだよね。ちょっと待ってね。いや、ゆっくり言わらせて。引くね。うん、暴れるね。おい、おい。ごめん、ごめん。ごめん。ごめんよ。思った以上にこいつ暴れるわ。ちょっと待ってよ。よし。取った。はい、ありがとう。ありがとうございます。あ、いい方。綺麗だね。うん、よし、いい方だね。あざーす。45ぐらいあんでないかい。いったかい。うん、傷んでないね、今回。傷んでないね。うん、大丈夫だ。いや、すげー。あ、ちょっと、えらいってるかも。いや、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫。いるじゃん、まだ方ね。いますよ、表層ロングジャークっすね。それじゃあ、逃がします。なんぼだ、40ちょいぐらいか。40ちょいぐらいじゃないか。うん、逃がします。おい、早い、ありがとう。あっす。あれ、どこ行った。なんで、なんで巻いとる。似合わねえ。似合わねえ、絶対バックラする。優しい、優しい。
僕名取住んでた頃、はい、あのイオンモール名取の浦賀の増田川あるんですよ、はいはいはい、そこで遊んでました。従業員駐車場からあの歩いていくとこっすよ、歩いていくとこで、あそこからあのあそこからあの伸びそう出しておいってやってました。釣れました？こう言いますよ、うん、確かに帰り道なんか投げ竿を本ぐらいあそこの柱で出したらおじいちゃんとかいたんで、あれハゼですね。あれハゼなんですか？増田がめちゃくちゃでかいハゼ釣れるんですよ、うんうん、あずっす。よっしゃ、よっしゃ、おっナイス。と競争ロングジャック、鬼腹筋、鬼腹筋きました。いいねいいね、バッチリだよバッチリ。チャイネット、ネット持ってる？あ、持ってます。オッケーオッケー。袋じゃなくて重い、重いブラウンじゃない、来たんじゃないブラウン。競争できました。おお。ブラウンあるよ。あー楽しい。あるよブラウン。あ、桜。あ、いや、でかいでかい。あ、桜。桜、プラチナ。でかいわ、でかいわ。うん、ゆっくりゆっくり。ゆっくり寄らせて。大丈夫、ネット。いいですか？あ、入れる？怖い、怖いけど。あ、全然。ゆうさんなら。おー、綺麗だ。でかいよ。だいだいだい、ガッチリ入ってる。うー、もう上げて上げて。ナイスー。でかいわ。やった、石入ってる。ありがとう。やったー。あ、ガッチリ。ガッチリかかってますね。おー、すごい。でかい。いい、いい方。46ぐらいあるわ。大きさ計測しようか。うん、測ったね。見事だ。うわぁ、めっちゃ嬉しい。やったー。おー。40。ちょっと待って。4、いや。45。45。いや、46あるべ。これ、ひのってっから。あ、そうか。ほら。46! ありがとう。いけるかな。ありがとう。おお、かっこいい。おめでとうございます。ありがとうございます。ナイス。あずっす。頑張れーす。回ってる回ってる。ついに伊藤さん、伊藤さんついにチコツコでまともな魚を、まともなの釣ってるよ。一応前にいるね。わかんないよ、まだバレるかもよ。頑張れっす。ホイフキングは、いやもう海桜で鍛えてるから、もうランディング自分でやります。いや、やってもらおうかな。責任重大です。伊藤さん、ちょっと伊藤さんのやつは俺がちょっとやりたい。桜っぽいっすか？ブラウン、え、ブラウン、ブラウン、マジで？うわ、おー、じゃあレインボー、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 うわ、すげえ、レインボー、うわー、うわー、うわー、おー、来たー。ナイスー。レインボー、レインボー、レインボー、レインボー。でっか、でっか、でっか。やめー。ちょっと水、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 なんま、でっか、でっか、50、60近いわ。近い近い近い、やっぱやっぱい、これはやばい。やったー。やべー、やばい。いや、ブラウンかと思った一瞬。うん、いや、これはもう間違いなく、うん、レッドバンド見えた。うん、叩き方が、叩き方が桜じゃねえ。黒いなぁと思って。うん、黒かった、黒かった。桜じゃねえ、うん、と思ったんだけど。やっぱ。うわ。
すあこれうわすごいガッチリガッチリ今年の運使い果たしたなうわこれはすげえこれはごっついよマジでうわやばいやばシコスコ最高伊藤さんどうですか今のかお気持ちはシコスコ最高ごめんね今までシコスコいややばいわこれ本当にこのいますいますよはいおー元気行った行ったおめでとうございますおめでとうございますナイスよし80アップするか80アップ切っちゃうかいそろ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 本気ですかうん俺3割の力しかなかったはい、お疲れ様ですお疲れ様でございます支笏湖釣り修行、ただいま終了しました今日の釣果はですね、素晴らしい結果となりましたはいまず、自分はさくら1ですありがとうございますおめでとうございますたけさんお待たせしました皆様たけしパーフェクトポーズでございますおめでとうございますありがとうございます3連敗3連敗でございますありがとうございますまあ支笏湖でね3連敗はまだ正直序の口なんで常識っすねまだまだですねでも、今回一緒に同行した他3名がですね、なんと、パピッツくんがさくら1匹でちゃんがさくら1匹とアメマス1匹で最後の伊藤さんですね、うん、伊藤さんが、なんと素晴らしいニジマス55.5 トリプル5ですねもうめちゃくちゃねコンディションのいいいいニジやったねサビサビの黒いねレストワードが入ったかっこいいニジ出ましたねいやすごいよねでもねいや嬉しいっすねあんないいコンディションのニジマスっつってねランディングした瞬間みんなのねテンションの上がり方ねみんな興奮してたもんねいやほんとでも興奮するくらい素晴らしいね最後にニジマス釣ってくれたからいやよかったですほんとよかったですいや素晴らしいね支笏湖釣り修行になったんじゃないでしょうか今日ははいという感じですね今日は終了したいと思うんですがまた次回もですね支笏湖釣り修行やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますお願いしますそれではまた次回お会いしましょうまたね